3926号機、レプトン928号機、ストーブイ型は、イギリスのサザン鉄道で使用されていた蒸気機関車。スクールズ級としても知られ、各機関車には有名なパブリックスクールの名前が付けられている。1928年までに、南部地域は、大型の4から6から0級高旅客機関車によって、十分に整備されたが、サザン鉄道全体で、 中間的な役割を果たす機関車が必要だった。このために前任者の L クラスを開発しようとしたリチャード・マウンセルの以前の試みは失敗し、ドラモンド D15 及び L12 クラスは対応年数の終わりに近づいていた。当初の計画は大型の2から6から4タンク機関車を想定していたが、セブンオークスの鉄道事故により再検討した。 セブンオークスの事故は、キャノンストリートからディールまでの急行で、リバークラスのタンク機関車が高速カーブで脱線し、機関車の運転台が端にぶつかって脱線し、13人が死亡した。事故後、南部鉄道は、残りのリバークラスをすべて廃車し、当時の世論を呼んだ。したがって、マウンセルは、比較的短いホイールベース4から4から03、機頭設計を選択したが、 当時は4から6から0がより一般的だった。それらが製造された時、4から4から0タイプはほぼ普遍的に時代遅れとみなされていたが、マンセルはこの国で製造される最も優れたデザインの一つであり、ヨーロッパで最も強力なタイプを製造することができた。車軸配置は4から4から0。マンセルがすでに設計していた。 急行用ロードネルソン Q4 の6の0機や、キングアーサー Q4 から6から0機と共通した部品を使い、建築限界の小さいヘイスティングス線でも使用可能なように、より小さな4から4から0機感車として設計されている。高速で走るように動輪の直径が大きく、約2メートルあった。ただし、このような制限された積載ゲージ内で、 ネルソンのベルペアファイヤーボックスを使用すると、キャブからの前方の視界が著しく妨げられるため、これは実用的ではなかった。解決策は、短縮されたキングアーサーパターンボイラーを使用することだったが、後期シリーズの N15、S15 ファイヤーボックス全体を維持した。ボイラーの動作圧力は、キングアーサークラスよりも220プシーマイナス20プシー高くなった。 最終的な結果は、石炭のグレードが低く、内部摩擦が非常に低く、キングアーサーより200ポンド少ない牽引力に貢献しているにもかかわらず、設計が非常に自由な虫であることが判明したため、期待をはるかに超えた。その力とわずか42トンの接着重量で、クラスは急速から始めるときに慎重な取り扱いを必要とした。 これらの部品を使用すると重量が重くなりすぎたため、代わりにアーサーオークラスのボイラーの短縮版が使用されましたが、過失と非合紙の領域はアーサー O ー後期に使用されたものと同じでした。そして1927年以降に構築された S15 クラス。短縮されたボイラーの使用は非常に幸運でした。なぜなら、それらはあらゆるグレードの石炭で非常に優れた機栓である。 ことが証明されたからです。アーサー・王のクラスと同様に、丸型ボイラーの偶発的な使用は、ヘースティングスルートのトンネル周辺の積載制限をクリアするために、キャブサイドを内側に引っ張ることができたということでした。当局は、モーンセルがクラスを設計した時にトンブリッジから、ヘースティングス線への制限された、車両限界を念頭に置いていたかどうか、または、これが予期しない、 ボーナスであったかどうかについて意見が分かれています。トンブリッジとヘイスティングスの間の路線は常に問題を提起していました。それは曲がりくねった道であり、非常に狭い穴のトンネルは列車の積み込みに必要な大型の高速旅客機関車を除外しました。1930年より1935年まで SR のイーストレイ工場で製造され、 初号機に900番が付けられた。本形式は公立寄宿学校にちなんで名付けられた。900はイートンと名付けられた。それは1930年3月26日にウォータールーで一般に公開され、その大学の少年たちによる検査のためにウィンザーに連れて行かれて間もなくだった。記録に残されているこの機関車の最高速度は、 1938年に926号機のレプトンが4両の客車を経営した際の95マイルパーアワーである。エンジンはもともと南部地域の南東部で機能していた。可能であれば、南部は新しく建設された機関車を学校の近くの駅に送り、その後、生徒が彼らのエンジンの運転台を見ることができるように、正式な命名式にちなんで名付けられた。 クラスの延長は、ラグビーやマルバーンなど南部鉄道の修水域外の外国の学校の名前が使用されたことを意味した。アッピンガム校の校長は、機関車に学校名を付ける許可を拒否し、代わりにブラッドフィールドという名前が使用された。1928年3月に15両の機関車の最初のバッジが許可されましたが、ヘースティングスルートですぐに運用できないことが、 明らかになったため、これは重量に減らされた。ヘイスティングス線の高級的な方法は、学校クラスの4から4から0設計のより高い、車軸負荷に対応するために、1929年と1930年の間にアップグレードする必要があった。E ストレー鉄道工場での生産の遅れは、1930年3月から7月まで配達されなかったことを意味した。 これらの初期の学校クラスの機関車は、最初は、ヘイスティングス線から離れた任務に割り当てられ、使用できるようになった。元のバッジがその価値を証明し、乗組員に公表を博した後、1931年3月に1932年12月から1934年3月までの間にさらに20両の機関車が配達のために、注文された。以前の注文は完了したが、 貿易不況が続いたため、これは、その50両に減少した。クラスの最後の機関車は1935年7月に配達された。最初の10個は除、煙糸なしで製造されたが、これらは1931年8月から追加され、残りの30個は新しいものから取り付けられた。ルメートルの複数のジェットブラストパイプが、ロードネルソンクラスにうまく導入された後、 マンスセルの後継者であるブリードはそれらをスクールズクラスに適合させ始めましたが、ドラフトの認識できる改善は見られず、20の例だけがそのように変更された。3932は1958年に3905に取り付けられる前に、しばらくの間、ハイサイドセルフトリミングテンダーが取り付けられていた。最初の10個のエンジンを使用した最初の試験では、 イーストレイ工場の監視下で、ウォータールーからボーマス、ソールズベリーへのルートで採用されたナインエルムズを拠点としていた。これが行われると、機関車は東部セクションに割り当てられ、機関車が完成してから1年以上経った1931年の夏の終わりに改良が完了した後、ヘースティングラインで作業した。4台の機関車は、ヘースティングス線で作業するために、 1931年にイーストボーンからセントレオナルズに移された。本形式の心臓配置はディールとドーバーだった。フォークストンとドーバーへの列車はディールで終了した。ディールに割り当てられた6両の機関車は1931年にラムズゲートに移管された。その年の後半にさらに多くの機関車が利用可能になると、10両はポーツマス特急のために フラットンに拠点を置いた。1930年代後半に、ロンドンからイーストボーンへのルートとロンドンからポーツマスへのルートが、電化された後、クラスは、ボーンマスからも使用された。イギリス国鉄の下では、ブライトンからカーディフ、エクセターまでのクロスカントリー列車や、ニューヘブンボートトレインでも広く使用されていた。3912と3921は、後に、 南部地域の西部でのより長い走行で使用するために、元ゲル村教のボギーテンダーが取り付けられた。本形式は、1930年までにサザン鉄道によって建造された最高級の機関車として、乗組員から評価を受け、そのサイズで非常に壮観なパフォーマンスを発揮することができました。これらの機関車の記録された最速の速度は、 時速95マイルで1938年に928ストーがドーチェスターからウェアハムまで4両の高地トレインを引いてウール駅の近くで達成されました。しかし、そのような高出力と比較的軽量には欠点がありました。停止状態から機関車を始動すると車輪のスリップが頻繁に発生しフットプレートの熟練した取り扱いが必要になりました。 1957年以降のヘイスティングスルートへのクラス201ディーゼル電気複数ユニットの導入および1961年の南東本線の電化の完了によりクラスは多くの作業を奪われました撤退は1961年1月に始まりクラス全体が1962年12月までにサービスを停止しました退役後は925 926、928の3機が保存されている。この機関車は、ボイラーの常用最大圧力の85%で 25,130LBF の牽引力を発生させることができる。BR は、イギリス国鉄になってからの機関車番号、SR は、サザン鉄道時代の機関車番号を表す。ありがとうございます。